12月1日から1月14日まで浜松冬のホテルフェスタ2006が開催されました。このイベントは大規模なイルミネーションの演出と多彩な催しの開催を通して市民、企業、行政が一体となって街中を盛り上げようというもので、6回目を迎えた今回、イルミネーションの数や設置エリア、演出を充実させ、さらにスケールアップして開催されました。オープニングイベントで点灯された高さ27メートルものシンボルツリーは、雪が降り積もった樹木をイメージしたもの。毎年このツリーを楽しみにしている人も多いですよね。浜松冬のホテルフェスタは今回も華やかに幕を開け、期間中光と音をテーマに様々な催しが行われました。浜松駅バスターミナルの地下では使用済みペットボトルを使った光のオブジェが展示されました。トランペットやピアノなど楽器をモチーフにしたものが多く、音楽の街浜松らしい空間を演出しました。期間中12月の週末と祝日にはアマチュアミュージシャンのライブが行われました。多くのバンドやミュージシャンたちが参加し、街中を音楽で盛り上げました。12月9日と10日はモール街で昭和時代の雰囲気を再現するレトロマンチカが開催されました。懐かしいポスターの展示や大道芸パフォーマンスなどで買い物客らを楽しませました。またバナナの叩き売りの実演も行われ、人気を呼んでいました。12月22日と23日には冬ホタキャンドルナイトが開催され、アクト通りにおよそ8000個ものキャンドルがディスプレイされました。この幻想的な空間の演出には、静かなる感動を味わうとともに、資源や電力の大切さを考えようという思いが込められています。同じく23日、ギャラリーモールでは冬ホタウェディングが行われました。多くの市民が見守る中、結婚式の最後には2人でシンボルツリーを点灯。新郎新婦を祝福する大きな拍手と歓声が沸き起こりました。1月6日には冬のホテルコンサート2007が浜ホールで開催されました。冬のホテル市民ゴスペルクワイアは、一般公募で集まった小学生から60代までの市民およそ80人が参加し、ゴスペル歌手サエコさんの指導を受けながら練習を積んできました。その練習の成果を発揮し、会場が一体となって盛り上がる素晴らしいステージを披露しました。多くの人が集い、きらめく個性と熱いテールで交換し合うとき、街は力強い響き、美しい輝き、心揺さぶる感動にあふれ、笑顔でいっぱいの熱い街になる。それが浜松冬のホテルフェスタのイメージです。私たち一人一人の心の光を集め、これからも浜松の街を輝かせていきたいですね。